あ,あ、ごめん聞こえた <laughs> 寒くないいいぐらいこマジか。 ああ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  よろししくお願いします夏休みだね、世間はね、一般的に千葉さん。そうかもしれないけどさ。いやいや、テンション上がるでしょ、夏って言ったらさ、テンション上がるでしょ。夏休みではないであ僕たちはね、夏,<ぞ>まあ夏で、まあ、休みではないけど、もう学生さんたちは今、祭りがあったりさ、うだってさ、だって夏休みって言ったら楽しい思いでいっぱいあるよ、俺はあの祭り行ったりさ、プール行ったりとかね。 どういやいつもよりクーラーの温度2度低いぐらいかな室内だけいやもっと外出て楽しいことあったでしょはい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 はあはいはあはい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 いはいはいはいいはいいはいい 今かき氷食べたいかって言われるといらないかなネガティブかお前 <laughs> さっきからずっといやもっとなんか対人関係でありそうだけどね対人関係でうなんか俺だと祭り行ったよとかープール行ったよとか<あ>さっき言ったけどあるあるあるお何何たまに、うん、あの不意に人と接触するとベタベタする。うんうん ただそれ汗かいてるからねしかもそれぶつかっただけでしょ相手と袖振り合うもベタベタするいや袖風であな何たら何たら忘れて全部何たらやじゃあ千葉よお前がさそんなちょっと気分が落ち込んでるんだったら歌でも作っちゃう夏のあ夏っぽい歌いいかもそしたらんかこう一緒に歌っていくと テンンショ上がるかもだから俺がじゃあまず夏らしいキーワード言うからお前もその後続いて出していくか一世の後に続けば俺もテンション上がるじゃあいくよまず夏らしくて「太陽の光が俺の恋人」「ちょっともう日差しやめて」「そして祭りで心もウキウキ ウキウキ後の落ち込みそして最後は花火を一発花火跳ねてやけどもうちょいネガティブやめてもらっていいなんでポジティブなポイント出してよいや俺ちょっと今テンション上がってきたよテンション上がったじゃあもうちょい続けるあ,あ俺からじゃあ続けてみるかああそうだそう俺から言うからちょっと対比されてね,夏の,ね夏の感じでお願いします、うん、よっしゃー

はい、改めまして、こんばんは、SPC ガチベイです。一世だぜ、チェケラあと3人いたら、SPC です。ですでよろしくお願いします。はい、も,うもはや、何回目か数えてない。たないうん、い五55にしときましょうか本当と、60いってそうだけどね。六十、うん、いってそうね、はい。毎週日曜8時、うん、SPC が始まっていきます。この番組はですね、一応ラップグループ、我々 SPC による笑いやり、音楽家での、ラディオ、ラディオ、ラディオ、ラデ,ディオです、うん。かっこつけずにラジオでいいよ。<laughs> この番組はですね、なんと、 ラジオ以外にも FM 講座さんのホームページから動画で見ることができますそしてですね今回のテーマはなんと夏休みということでそうだねはいもう夏休みまあ 夏休みなくて仕事って人もいるかもしれないですけどムード的にはもう夏休み土日とかのお休みだといろいろ行く人もいるんじゃないですかそうだね今日は逆に夏休みね逆に逆って何の分からんけどねだから僕たちにどういう夏の過ごし方ありますかっておすすめ教えてくださいよそうだね本当俺たち海見るだけのバーベキューぐらいでしょあるとしたらまあそう確かにねそれすらまだやってないけど俺もだから楽しんで行きましょうようですね。逆にアドバイスもくれと僕たちにねでも千葉さん そのせっかく俺たちに送ろうとしてくれてるのにさ<ー>どこに送ればいいのと。 アメリカに送ればいいのってなっちゃうアメリカこちは来ないよそんなの来ないでしょじゃあ一くんメールアドレスを読めばいいじゃないありがとうメッセージアドレスの方が761アットマーク FM コザドット JP すべて小文字で761アットマーク FM コザドット JP になっておりますそしてわらわれツイッターもやっておりますツイッターの方が SPC アンダーバー沖縄 SPC アンダーバー沖縄 y e t h i k e l a n a うんうほはほはん <laughs> 最後、なんかジャッキー・チェンの映画みたいになったけども <laughs>。皆さん、よろしくお願いしますとよろししくお願いいますやー千代さん、でもね、うん、本当にさ、あのー、外を歩いてますと、はい、あのもう1時とか2時ぐらいに、裸足でなんで裸足かや。 なんでアベベ気分よろしくかお前い, <laughs> いやあの学生さんがいるんですよねまあ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 休みだからねそうで、うん、あの特にあ祭り事が多くて<う>この男女一緒に歩いてるわけですよ、うん、そうですねでそれを見ながら俺も夏、えー、学生時代に恋人が欲しかったとああいィそういう思い出とかはないのそういう思い出か恋とかいう言葉はねうん お母さんのお腹の中に置いてきたようわゼロ歳からしてないなうん千葉さん何ですかなんか夏の思い出というのはあるよあるよねそれあるよもう青年だもん俺たちも青年青年小学校6年間ってでしょ中学校3年間高校3年間で大学4年間で大人になって3年ぐらい経ってるじゃんそれあるって夏の思い出千葉の夏の思い出どうぞあれは暑かったなし お、改装シーンから入っちゃううんうんあお疲れ待った <laughs> 待ってないけどあごめんねなんかあ暑そうだね汗かいてるねああいつも僕汗かいてるからそうかじゃあどっか行こうかよしひこくんどっか行きたいとこあるお俺はちばいうと,だとどこでもいいけどあじゃあ いこうかおおいいねクーラーとか聞いてこれ長くなるっていう思い出かないや終わりしかも今のでいやよくわからない恋の人がお前としてにどっか遊びに行くだけやしいや女の子とか恋人とないのって俺は聞きたいわけそれ言われたらもう僕は去った後ですいやないんかいさっき言ってたな義務教育終えても学生終わってんのって話どうなったんだよその間にまあ佳彦君といっぱい遊んだなっていう何か彦君ねじゃあすごい仲のいい友達なんだねいないけどいないんかい架空会しかもいやでもね夏ってさ なんかあの祭りとか確かに多いかもしれないけどこの特別じゃない時の夏って何すればいいのか分かんないからじゃ例えば土曜日遊びに行くってなったらでも特にお祭りがあるわけでもなしでバーベキューとかもないででも夏じゃん季節はどこ行けばいい違うよ夏っていうのはさどこ行っても夏なんだよ。だだかかららそれじゃん このどっかを歩くにもすごい汗かくでしょそれが思い出ああ、汗かきばいいのかうん汗か,かいていこうよじゃあ冬にサウナ行っても夏なの、うんうん、いやいやそれ汗をかくのが同意義ってわけじゃないけどさそれはおかしいわいやそこか<ー>いああ、なんでそこに食いついてくるば <laughs> いや違うまあ夏だからさせっかくまあアウトドアになってこようあまあそうだねだってさお前の連休なんて YouTube で4日間過ごしたとかですよね YouTube なんて見ないわ何見る今ネットフリックスだからいや同じようなもんだろよフレンズっていう海外ドラマ超見てる確かに有名だけど画面上から出てくださいよお願いれあれがいいな夏で例えばもし彼女がいたとして仮に万が一もう地球が100回ぐらい回ったとして小学生みたいなこと言うねそしてそしてんかね 特別なことはまあするけどお祭り行ったりだとか何でもない日常的な感じでとりあえずなんか集まってコンビニでさアイスクリーム買ってキャンディーをキャンディーで公園行ってわけお前、回想シーン長くないって言ダン段差みたいなところに腰掛けて足プラプラさせるみたいな。いいいいねね アイスクリーム食べるのがどこ行こっか決めてないのみたいな決めてないよみたいな、うん、当たるから外れたやみたいな、うん、そういうのずっとしてい,いや一応その小学校のようなこの淡い夏休みっていうのをね、うん、もう一回過ごしてみたいねあれあの時みたいにもう空は青く見えなくなったからな <laughs> お前の目が濁ってるんだよ <laughs> ちょさんあのツイキャスのほうんえー、ツイキャスの方ですね<う>レイラさんから。うん ラップでアドレスが分からなかったとねあららららすいませんちゃんとねアドレス読まれいとメッセージ来ないんでねじゃあ読んでくださいそれがだめって言ってるのにすいません一度お約束挟んどこうかなと思いますねすいません 7+6+1+ はになっちゃゃうう数字がどしじあ普通にね,普通にねすいません,あの<う>ん皆さん761アットマーク fm コザ .jp まで。<はい S 1> はい 送ってください。あのね、あの何でもいいですよ。何でもいいですね。もうあの一成さんのファンですとか、千葉言うと一成だった一成さんの方がタイプですとか。全部お前より千葉さんくたばってとかね。そんな最後俺だけの悪口ですで皆さん本当に何でもいいんで。本当に何でもいいで。も本当にさ世間一般的に夏休みというか何してるんだろうね。いやでもよ。あの金持いる人だとか、もう家族持ってる人とか聞いてもないのに夏どこ行ったみたいな話するじゃん。 まあまあまあ、まあ、ど楽しかった思い出を共有したいという気持ちだから、うん、やめてー <laughs> やめてーいや楽しかった思い出ぐらいは聞いてもいいじゃん<あ>別にあのね最近3連休あったじゃんああありましたね先々週ぐらいかなあれの、うん、まあ前もこのラジオで言ったかもしれないけどはい、はい、俺の楽しみ方がフェイスブックとかツイッターでみんなが楽しんでる様子見ながら、うん、フレンズ見るっていう。 結局、フレンズ間よ。いや、お前もフレンズと遊んでいけん。お前のフレンズは鏡じゃなくて、画面上か。でも、超楽しかった。フレンズは確かに名作ドラマですけどね。いや、一切、アドレスもう一回ゆっくり言ってって、レイラさんが。ああそうませレイラさん、なかなかアドレスに厳しいですね。早口すぎなんでさゆっくり用あブクバク、ブクバク、見ブクバク。ただの早口だから。何、何レイラさんが早口すぎて、ちょっとスローでお願いしますと。 アドレスの、スのもう,う初めてで、今日アドレススペシャルで行こうか。アドレススペシャルだね、えー。じゃあ、ゆっくりね。はい、やると思ったけど、<れ>遅すぎる。 いやいやもう一回いきますよ。普通にね、絶対やあのもうこんな今日そんなコテコテな僕をしに来たわけじゃないんで、千葉さん。じゃあもうはい、せさん、ちょっとアドレスンで行こう。お前がやるんかい伝わらないから、千葉。いやいや、もう普通にね、ゆっくり、もうアナウンサーよろしく聞くはい。

今夜のテーマ夏休みになっております。夏がすぎ風夏休みバカじゃんだろ樽酒の会楽しんでるの俺たちしかいないけど大丈夫かねはいそうアドレスの方が七六一アットマーク fm 小沢ドット jp 七六一アットマーク fm 小沢ドット jp になっておりますメールを送っていただければ僕たちねそうですね読むか読まか決めれるのであ漏れなく読んでいき 今のところ夢、うん、中性はないんです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。です。そしてですね、ラジオを聴いてる方はわかると思うんですけど、うん、今日 BGM なんですけど、はいはい、この夏らしい音楽でい,、ね、いいね、これね。これ実はなんと僕のミックスです。うん、ね、あのー、今喋ってる千葉湯って方、はい、実は DJ をしておりましてね。うん,うん。あとこれで,ですね。ちょっと今ブラジル音楽に。 ハワイがありましてブラジルの音楽のミックス作ってますのでそれちょっと今日は流してます流しておりますこれラジオの皆さんだけの特権になりますね特権ですねであのミックスクラウドっていうサイトでも公開してますのでよかったら千葉悠って検索したらあるかないかは分かんないんですけどいやそれあれちょっと見てみてくださいそれはあってほしいでそれとあのこのミックス CD 僕が焼いて持ってる時あるんですよそうしてあったらもうあげるんでああそうだね超奇遇なんですけどおお でもラジオを聞いてるお前の顔分からんからね、ああ、こんな顔、こんな顔。いや、分かるかや、言葉で。目が二つあるけ。葉あのツイキャスとかユーストリームの皆さんにさ、どういう音楽かっていうのちょっと口で、口ずさんじゃったよ。おレお前のイメージ、しかもほとんど手拍子かい。う感じ音楽イラさん 茶葉湯さんっていうんですか茶葉湯でもいいけどね茶葉湯でもいいけどね、うん、ソバージュでもいい <laughs> 最後に湯がつけばいいねリバージュではリバージュうんオッケーオッケーね、うん、リレーションではうんうんがついてるお前の負けしりとりかい正しくは千葉雄介で千葉湯って言いますんで皆さん、はい、千葉湯でもう一人があ一世上間一世もしくはサラマンダーでお願いします今日はそういう名前でやってるみたいです,です、ね、いやいや毎回やってるわ <laughs> 実は今日ですね、まあ、例にもまして、何も考えてないとそうなんだよね、考えてるっていったら、世界平和ぐらいだよ。いいことやし、いいこと、今日はね、もう、宣伝用にいつもラジオ始まる前に、動画とか写真撮ってるんですけど、撮りますね、僕たちの Facebook とか Twitter とか、LINE 分かる人分かると思うんですけど、超やる気のない写真やる気がね、本当に今日はね、そうだね、あとって昼、何した俺もライカームちょっと行ったぐらいかな。お 待って、ライカムそこは。ライカ、あ、コリンザだったかもしれない。見分けつくわ、これでもお店があったから、ライカムだあれは。いや、お前コリンザにお店ないみたいに言うな。エスカレーターも動いてたし。まあ、コリンザないけど、手なんだね。いやいや、でもいい感じです。千葉祐介さんです。失礼しましたってこと。よろしくお願いします。はい、はい。千葉祐介です。いや、千葉祐介、せっかくさ、今日ノープランだし、もう、多分今日だらける放送になってしまうんだけども。そうだね。じゃ、千葉祐介にクイズ出しちゃおうかな、今日。おお、クイズ出しちゃおう。今日、俺。 あることが変わってます。なんでしょう。あることが変わってます。結構大事だね。大事。ま彼女今までいなかった。お、ヒントすごい。ヒントすごい。で、夏に無害、み、え、夏に。夏のために動いてます。ほう。あれ、ちょっと。これ、あのね、うわ、ついた。あ、そうそう、ちょっと夏のアバンチュール。はい、じゃ、いっせ。はい、はい。いい子ができた。 あま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 あでしょちょっと惜しい惜しいなもっとねもっとなんつうかなもっと西洋な感じかな子供を認知した俺どんな過去があるのくらいのうんいっちゃおうかなあ教えてよ髪切りましたまあ関係な髪切りました東洋の人も西洋の人も髪は切るわそこは気づいてよお前 気づかかなお前だからお前も恋人ができないんだよよく言われるで女の子にさあの本当は女の子がもじもじしてからさ千葉悠気づいてというサインを送ってると思うよどういうふうにあんか今日暑いねって言って後ろ髪ファサってやったりさいつもはそのファサっていう髪がすごいなびいてたのにそのファサがなくなってるわけよ最近も同僚の男の子が髪切っていつも特徴的な髪型にするんだけど俺3日間ぐらい気づかなくておおでそいつがはっ?」 髪切ったでしょ今日うん、っつったら「うん、いや3日前からだよ」みたいな男にでさえそれだから関心がないんだね関心はあるんだよ関心はあるんだけどあのだから前この職場の女性に、うん「 僕今練習してるんですよって言あの皆さんにいっぱい言うかもしれないですだからそれちょっと練習してると思って温かい目で見てくださいねって言って久しぶりにちょっと一人辞めた人がいるんだけど女性で久々にこのお店に来たわけ来たから「おこれなんか変わってる雰囲気ちゃんと言わなきゃ」って言ったのが「今日白いっすね」って言った白いはいはいはいダメだった」いやなんかぼんやりな何昨日は白くなかったのじゃあんかいつもより白いですね厚化粧してますねみたいな超ひどいやつお前 でもさ、うん、あの俺思ったわけ、肌を白く見せたいために白くしてるんでしょ？お前さ、本当に女心をわからないというかさ、うん、俺も一回会ってよそういうことが、うん、バーで飲んでる時にさ。うん H I のイーズさんに似てますねって言って怒られたことがあったよ。イーズさんは素敵な方ですよ。すごく素敵な方なんですけど、その方は気に食わなかった。僕は大ファンです。もうそういうところよな。でもう一個あるんだけど、そのすごいですねって言った後に、あこれやばかったんだと思って。ちゃんとフォロー入れよと思って。あそりゃそうだわ。で今日服装が私服だからもちろん私服で、あなんかマタニティ感出てますね。いやそこか。怒られた。ほらって言われて。お前お前じゃなければセクハラだからね。マタニティ感とか言うと。ダかな。ダメですよそれは。と。 こういうのね俺も勉強していきたいと思いますそうだねってことで聞いてください髪を切ったの<う>女性気づきましょうってことをしてあいこで襟足あいいかも さあラジオの方では CM に入りまして,てま、ね、ツイキャスユーストリームの皆様には僕たちの声が届いているんじゃないかと思います、はいえー、やっぱりね CM 中はね2人のオフ感というようなコメントが、うん、レイラさんねありがとう <laughs> ます、ね、レイラさんは初めてですかねた僕たちの番組は,は初めてですか初めてだよねレイラさん <laughs> よろしくお願いします <laughs> 初めてだった。ありがとう、うん、ね。うんうん、だと思う。もし、仮に初めてでした。ウェルカムラップがございますんで。あそうですね、うん。初めてかな。俺のログインされてないな。<laughs> あ、何が。ツイキャスが。なんか、そして、なんかおっしゃったから、変なの。だから、なんか、曲、コメントが打てない。お前が打ってみて、パチパチ。レイラさん、お二人の FM は初めてです、ということで。今後もね、お見知りおきを。どうやって一応、夜八時。 ねど、どうやって言ってばいいん？あ、なんか四角いところにクリックして、うんえっとキーボードで字を打って、うん、あ、打てばいい？送信したら字が流れるはず。インターネット。んなんと送ろうかなじゃあ。あ、レイラさんじゃあ初めましてということでね。 あウェルカムラップ大賞じゃないウェルカムラップ大賞どっちからやろうかな、うん、どっちからやろうかなあと20秒で俺は今日は気分じゃんけんしょ最初じゃんけん,しん,けんポンこれがビートボックスやる、ね、あじゃあ始まってからじゃあすぐやるはじ始まってからやるか今日はなんと聞いてくれてます、うん、みたいな感じ、うん、なるほどなるほどヨギシコジャパンさんもありがとうございますありがとうございます今日出ないですからねそしてちゃんと はい改めましてこんばんは FM 講座から SPC がどうも私千葉優ですそして私上間一世ですあと三人いたら SPC ですよろしくお願いします今日はですねテーマが夏休みということで夏っぽい放送できたい今日のゲストは井上陽水さんですバカこれウけんからそしてウケないかお手飲めばっさい <laughs> いやーね今日ですね「ツイキャス」で初めてのレイラさんありがとうございますありがとうございますあのねもう他のさ、うん、まあ他の FM でも AM でもさはい、はい、初めてのお客様には初めて聞いてくれてありがとうございますっていうジングルを長崎さんあまあそれはどんどんパクっていこうといいそうだねすごい公言したな、うん、であのー、で僕たちは一応ラップグループですので<応>初めての方にはまあこれからもよろしくということで。うんうんうん ウェルカムラップいいですねまあ下手は下手なりになんでじゃあレイラさんに対してレイラさんウェルカムラップをしていきましょうん、うん、なんかなどういう風にやるかなイエイエイエイワンツーワンツーはじめまして俺たちが SPC 今頭の高速回転中出てくる言葉がハイセンス フームあしからのフ m ムいてくれってああもうどうしようまるで俺は彦星あなたとつながってる電波で通信中千葉 <laughs> ちょっと止めてもらっていい、はい、今日だめだった日あら5分後もう一回やっていい5分後5分後そこまでにちょっと整えておいてくださいうーんレイラさんすいませんちょっと5分後、はい、セカンドウェルカムラップをセカンドウェルカムラップ <laughs> そろそろしつこいなそれな マイさん一星君ん明日からの FM 沖縄聞いてねな,なんと8月からおなんで,すか、ね、何でしょうかねちょっと聞いてみましょう8月からなんだろうえあのー、まあまあちょっと期待しさせてくれますよね,んねいいことがあるのかもしれないですよねなぜかと言いますと<お>あのヨギシコジャパンさんはまあ唯一ですかね、うん、僕たちのこの。 曲とか、うん、まあ応援してくれてる勝手に思ってはいるんですけども。<laughs> あの F. M. 沖縄さんのところに、僕たち S. P. C. の楽曲を流してくれと<ー>リクエストも送ってくれてるらしいんですよ。本間か。かもう、なんで関西弁になったんですか,かもう。しかも下手だな。<laughs> ああ、なんか明日から楽しみですね。<laughs> じゃ、あ8月から。待ちましょう。F. M. 沖縄曲 けど、うん、俺は FM 小座聞くけど、いや別にそこき争ってないんじゃないかな。FM 小座聞くけど、<laughs> いやしかも土屋みたいな感じで言わないで。ええ <laughs>、ただ楽しみですね。うん、聞いてみたいです<ー>ということで伊勢さん、うんうん、さっきは夏休み夏休みって言、はいま、はい、休みってあるのかな結局。夏休みまあ社会人になったら夏休みってないんじゃん。じゃあね。 1週間 1>、うん、せめて 1>, はい、はい、1週間お休みがポンって当たられたらどうする、うん、どう過ごす 1>, 1週間ね俺ちなみに俺、うん、コンタクト作ります <laughs> 待っとお前絶対嘘だろ <laughs> いやいや俺連休のたびにもコンタクト作るぐらいの気持ちだからいやだから作ってないやし連休いや <laughs> リスナーの皆さんこの今 コンタクトを作るって言った千葉雄介なんですけども果てはゴールデン行く果てはシルバー行く果ては年末に、うん、コンタクト作る作る行って作ってこなかったと目が悪くて運転できないプラスメッセージも読めない DJ の針落とす場所も見えないのに作らないんですよ、うん、こいつは。か今日 いいやいやそそこは見とけお前かるでしょコンタクト作りたい今度の大型連休は作ってお願いだからあとあのー、もう一個できたそういうのああ目標親<の><も>知らずを抜きたいっていうのがあっていやお前はすぐ抜けるだろいやいやもうこ今回のもし連休が次来たら「<う>コンタクト作るば親知らず抜くわ」うん、こういうなんていうの 体的なめんどくさいやつってあるじゃん。うん、そういうの全部終わらそうと。まあ確かに、うん、あのいいよメンテナンス必要だけど。メンテナンス俺は最後僕か、ねうん。いいんだけど、うん、お願いだから外に出て <laughs> お願いだから外に出て。<laughs> <laughs> 25枚飛び込んだみたいな言い方してるけどなんで外から出てよ外から出てポケモン GO やってくださいよポケモン GO ポケモン GO やってると分かるでしょポケモンって分かる分かる分かるポケットに入れてるモンでしょ何の文章かやポケットモンスターですよポケットモンスター博士がいるやつねそう大木戸博士ねでポケモンとかいう動物をそうそうボールの中に閉じ込めてまあまあまあ出て こさせては、戦わせて傷だらけにさせる、うん。愛護団体が黙ってられないような、人間のエゴの。いやいや、そう、まあ。任天堂さんが、せっかくはもう、すごい開発したんだよ。ね、結構、周りでもやってるわ。そう、そう、そう。あの、ピカチュウとかさ。ああ。あわかるでしょ、ピカチュウぐらいだったら。あ、わかる、わかる。あの、丸い。丸い。で、手とか生えて。<laughs> あの、なんか。 すごいすばしっこいうんふわだな情報全然わかんないもうやめてもピカピー <laughs> それで大正解だわトゲピーもいるね <laughs> <laughs> 先週のもう一回使うって何なの <laughs> いやもうちょっとてし,でしあってことでじゃあ週ではじゃあ一週間休みがあったらどうするの、うん 1週間○○もそうね一週間まる休みあったら旅行行きたいかなおお宮古でも離島とか行ってみたいかもあいいかもなであの今三振を練習中でして三振弾きはしないけど背中に担いでいくわけさで海辺で一応一曲だけは弾けるんで朝ドラ歌一曲だけ弾けるんでこの本土の方がいっぱいいる前で出して歌って片手にオリオンビールを置いて。 あえお兄さんって沖縄の方ですか、うん、って言って「うん俺は沖縄さ <laughs> エリーは」みたいになってるけど昔の千ラさんのわざとらしいみたいな <laughs> そ,うそ,うそ,うそれでどうにかこうにか観光客と仲良くなりたいね仲良くなりたい下水は、うん、お前の夏の目論ろ <laughs> まあ1週間正直ね休みあったら何するのかなうん,うんやっぱ旅行ってなるな旅行かもね旅行ってなると俺ね、あのー、県外の お寺ととかか神社行きたいいいいい夏の超感じじゃんねそれ沖縄ではなくて沖縄ではもうなんか多分県外に出るってなったらさすがにもう閉じこもらないからなるほどね県外にいいね行きたいっていうのもある一回ぐらいさこういうのずっとやってみたいなと思っていて皆さんの中でヒップホップってどういう印象を持たれてるかっていうとやっぱり大抵の方は悪そうな人がやってるとかで あの俺は東京生まれヒップホップ育ちと10年前ででも止まってるんですよねはいはい本当はヒップホップのリリックいわゆる歌詞はすごい文学的な頭を使わないと書けないようなパズルなような感じだと僕は思っているんですけどだからメイシでもリップスライムでもはたまたアングラーの人たちでもこの人たちのリリックをどういうふうに書いてるんだどこで印を踏んでるんだろうとかあのどうしても。 僕たちがいると同じような歌詞になってしまうんでそれを全部紐解いて解釈したいなってちょっと思うじゃあこのラップを皆さんに広めたい広めたいラップをしていきたいじゃあそういう感じでまあそうだねじゃあ第二セカンドラップいきますかセカンドちょっと早めがいいから早めの感じで伊勢さんのうんレイラさん2回やでもウェルカムじゃないけどね2回やってしまったらイ yeah yeah One ワンツーハハ a うん。あ,あいやまさかの一人相手に2回目。こうやって俺は当てる。1回目。まるで5ここから1回戦。まるで俺が2番打者。言葉が出てくる。ど真ん中。打ったところで俺がホームランバッター。ベイブルース。いえ、やばいと書いとけ。みんなの SNS、フェイスブックどううーん、50点かな。レイラさんにすれ。<laughs> <laughs> <laughs> そこまでると、うん。そうだね。まあ、アドレスもう一回いっちゃおうかな。<laughs> そうだね。アドレスどうぞ。あのー、皆さん今日ですね、夏休みスペシャルということで、はい、あのメッセージアデルアドレスの方が僕たちありますと、<laughs> <う>えー、メッセージアドレスの方が、7 6 <laughs> 1, 1 f m ザードと j p はい、ありがとう、一斉。いいですね。これ、ツイッターのアカウントも、 t w ツイッターのアカウントの方が s p c u n d e r o k i n a w a んでアメリカの ABC の歌い方みたいなのそういう気分ですよ何でお前寂しくなってるもう一回アドレスス <laughs> もう一回アドレススペシャルかなアドレススペシャルってかアドレススペシャルかなアドレスを皆さんにお送りするかそうだね じゃあ千葉湯が読んでみるか今度アドレスをねいねいね俺うまいよまあ千葉うもね滑舌がいいって言われてる方なんでアドレスを読む学校行ってたから俺そんな学校ある最終学歴アドレス読む学校だお前就職受からんからな絶対 <laughs> いきますよお願いします 761-FM コザドット <laughs> <JP> なんで最後かっこつけた <laughs> どうですかいやうんーまあまあまあん96点あ高っありがとう <laughs> よかった俺いやつまさすがにさ、うん、俺たち今日やる気なくて喋ることないって言ってもアドレスで終わらせてどうなのよふわあ <laughs> あくび出ちゃって <laughs> もっと真剣にやってくださいよ <laughs> いーコーナーでも挟みますかそうだなコーナーいっちゃいましょうコーナー何があったっけコーナー何があったかなのカナー ということなんですけどもど<う>このコーナーはどう,いうコーナーナでしょうかさん、えー、皆様、今日本には歌謡曲いわゆるとてもいい曲がいっぱいございますで僕も歌詞を見て心打たれたとかあるんですが千葉さん曰くその名曲とされている歌詞は表しか歌ってないと、うん、本当は裏にはもっとどぎついことが隠されているといで千葉さんがその名曲たちを掘り起こして本当の意味を伝えるということです。は、う、い、ん うるさいですね。うるさいです。終わった？うん、終わりました。今回はですね。千葉さん、今日はどのような歌詞を掘って僕たちを目覚めさせてくれるんでしょうか。えっとですね。はい。日曜夜七時から僕たちの時間一時間前からですね。やってます。荒垣さんによるづくりラジオっていうのがありはいはいはい。うん。地方のパーソナリティの荒垣さんにこの曲やってくださいって言っていきますよ。もう俺この人こんな恐ろしい顔するあの恐ろしいこと言うんだって。誰ですか誰ですか。うん。いきますよ。ビーズ。 ビーズって言ったらすごいもうポピュラーと言いますかあの日本の中で一番トップのロックバンドじゃないですか僕もそう思ってたんですよこの曲を聴くまでは「題名ラブファントム」「ラブファントム」「ラブファントム」「ラブファントム」じゃあちょっと歌ってみましょうねじゃあ皆さん分かりやすいようにお願いしますじゃあ僕がこのビーズの「ラブファントム」をこういう曲ですよって歌いますのでここで重要でお前が歌わんとみんなどんな音楽か分からんからねじゃあ聴いてくださいお願いします ちょっと待って何そのビーズが F1 レーサーだったらみたいな何そのっていう歌なんですけども、皆さんあの聞いたことあると思います今の曲で、ああの曲かーっていうの分かったと思うんですけど、身近にいる俺が聞いたことないわ。<laughs> 分かりやすく歌ってよ、もうちょっと。分かったでしょいや、お前、うん。 あしか言ってない、お前、猫泣いてるって、レイラさんから来てるよ。おふざけはやめようおふ。お前がやったんだわ。じゃあ、じゃあ、本当に、本当にお願いします。うん、これです。これですあ。はいはい。まあ、ラジオの方では流れてます。はい、後ろの方ではちょっと早くでは早送りしようかな。 ああこれね。この曲なんですいらない何も消えてしまいそうだって。全部カセットです。こんな感じだ。ね、怖いんですよ。怖い。ちょっとちょっと待ってよ。なんて曲だっけ？ラブファントム。ラブファンタム。じゃ歌詞をどんな歌詞すか読んでもらっていいですか？読みますよ。お願いします。まず最初から錆びが来るんですよ。いらない何も捨ててしまおう。君を探し迷い迷うマイソウル。ストップザタイムシャットイットアウト。 我慢できない。僕を全部あげよう。忙しい街の感じが嫌だよ。君はいないからんん夢に向かい交差点を渡る。途中の人はいいね。二人で一つに慣れちゃうことを気持ちいいと思う。うちに少しのズレも許せない。せこい人間になってたよ。ほうほうというかしてんですけまあここまでで,やいいでいや。なんか僕が今歌詞を読んだ感じ,、うん、どんな感じです。まあ、あのー。 男の方が女性の方をすごくもう一方的に好きになって魂ですらもう君を探していると<ー>で、えー、夢に向かい交差点を渡る途中の人はいいね、まあ、なんか浮気されたのかな <laughs> そんな感じのかな一生はそういうふうに思ってるんだいやまあ,あの恋愛のうまくいかない恋愛のことを歌ってるような歌詞だと思いますけどもはい、はい、ちょっとこれね っていう電動えそうなんですかお知らせはいはいベール剥がすベールを剥がしてはいお願いします最初か怖いですよ怖いいらない何も捨ててしまおうまあ愛のために全部捨てるというようなことだと思いますよってことは今まで蝶持ってたってことでしょうあまあまあ確かに急にいらないって思ったんでしょそれも橋の上で橋の上歩道橋 今までずっと全部あのコープで買い物してきたのに沖縄ですかあの人参とか卵とかあの歩道橋渡ってる瞬間にあいらない何も捨ててしまおうっていきなりバーンって捨てちゃった迷惑だろ単純にそれで空からもう車運転してるわあ今日は玉から <laughs> かびっくりするじゃないですかで「君を探しさまようマイソウル」なんですけど、うん、やっぱ捨てなきゃよかったって後悔してますよねこれえ君というのはこの捨てたものなんですか卵 卵しかも白身とそれいやうまくないですよ全然で「ストップ・ザ・タイム・シャット・イット・アウト」昨日映画見たのかな英語出ちゃってるよねまあまあはいこれ英語の意味分かってないですでまあ時を止まれというような意味ですけどねで我慢できない僕を全部あげようってあるじゃないですかこれすごいですよ この女性の人なんですよねこの捨ててしまったのは48歳、独身、うん、48歳、結構高齢なそうそう、うん、で、最後に、あのー、料理作ろうと考えてたんだけど、うん、何やってるの、私って捨てちゃったんですよ、うん、で、そこででもやっぱり思いとどまって我慢できない僕を全部あげよう僕って言っちゃったんですよ、自分のこと最後の調味料は私って言いたかったんですよ。 あこれね彼氏に作ろうとしてるの彼氏に作ろうとしたんですよで次いきますよせわ、はい、しい町の感じが嫌だよってあるんですけど、うん、これねうるさい町とか思ってますせわしいまあせわしいってそうだったりあの彼氏がせわしくんなんですよせわしくせわしい町の感じが嫌だよって言ってドラえもんのせわしくんせわしくんそれじゃない<う>あの孫みたいなそれじゃない <laughs> おじさん？<laughs> あのね、いや外におじさんがいる。そうですね。もう<の><の>歌手の途中なんですけどね。ちょっとあのコーナーの途中なんですけど、うん、外にあの SPC のねメンバーがいたんですけど。<laughs> <laughs> すすごいでね切り絵が得意なおむすび好きなおじさんみたいな感じの格好で今日ててランニングシャツ1枚というあの方も怖いですね、あの方もしかしたらすべて捨ててしまったんじゃないかタンクトップ1枚でね、ちょっと歌詞の続き、お願いします。せわしいの街ではなくてせわしいの街の街の感じが嫌だよって私、こういうとこ来たくなかった思い出の街みたいだって、君はいないから。 妄想でデートして妄想ですよで夢に向かい交差点を渡るあるんですけどこの人赤信号なのに渡っちゃってますちょっと言っときましょういると思った人がいなくてまあ幻覚ではないけどもそして赤信号渡る渡るその後どうなるんですかそしたらこう言ってますでは途中の人はいいね途中の人これまた意味深なんです途中の人。 いるってことは最初の人もいる最後の人もいるで途中の人もいるってなってるんですよじゃあ最初と最後の人どこ行ったのって最初はこの女性の方じゃないですかと思うさでも最初の分思い出してくださいいらない何も捨ててしまう捨てちゃってるんですね最初と最後うんで次の歌詞いきますよ二人で一つになれちゃうことを もししかて魂の浄化みたいや何で俺の意見は全否定ばこれ二つで一つになれちゃったら例えば居酒屋とかでトイレが混んでるとき男用が混んでるとき女用も行けるし女用が混んでたら男用行けるじゃんケースバイケースつになれたで気持ちいいと思ううちに少しのズレも許せないってあるじゃないですかやっぱりね人を追い抜いていく感じはいいんですよ ほうあの、誰かを追い越したという競争社会だからもうトイレ並んでる人横目に。あ、トイレの話ね、私とかも行っちゃうからみたいな。で、少しのズレも許せないってあるじゃないですか。狙いは外すなよってことです。まトイレで言えばね、そうそう、で、まあ、そんな考えてるうちに、せこい人間になってたよってオチがついてるんですね。え、オチどこ?。オチは、オチはどこなの、今。だから、最初から言うよ、この歌の怖いところ、行ってきます。四十八歳の独身の女性が。はいはい。 あのー、コープで買い物してたものを全部捨てたと <laughs> いやただ自暴自棄になっただけやし我慢できないと<う>で最後の調味料は私って言いたかったのに言いたかったでちょっとここで思い出が読み返るんですよ世話しい街の感じが嫌だよ君いないからね妄想<う>のデートだったと<う>で夢に向かい交差点終わったる 赤信号なのよ<う>途中の人はいいいいねここまでいいんでんすよ <laughs> 僕はここまではああなるほどと思ってました <laughs>、うん、ただあのなんで次からトイレが唐突に出てくるんですか2人で1つになれちゃうことを気持ちいいと思ううちに少しのズレも許さないせこ、うん、い人間になってたよが全部トイレなんですかこっちトイレの歌えあしくんどうなったの世話師もトイレに行きたい<う>でこの女性もトイレに行きたい<う>だからこの曲はとどのつまりですよ、うん、最後トイレが ついだから23歳の子が初めてトイレができるようになる曲なんですよこれ <laughs> <んか S 1> この曲を聴きながらトイレに行けば <laughs>、うん、あの子供がトイレできるようになるっていう,、うん、うじゃあ千葉さんまとめてもらっていいですか最後まとめますよ、うん、この曲僕が「まとめますに」に、はい、一言で片づきます「はい、ビーズさんごめんなさい」 謝っとけ、謝っとけ、確かに。お前の今回の歌詞の解釈はちょっと常人の僕には分からなかったです。ということで、このコーナー、逃げるように終わらないでください、本当にいいですか、逃げるように終わらないでくだじゃあ、ちょっと待ってよ、じゃあ皆さん、今ですね、歌詞を正したい委員会の千葉さん、委員長の千葉さんからですね、ーズのラブファン a n っていう曲は48歳の女性が自暴自棄になって、コープの袋を。 捨てたと全部回ってるねでそしてなぜか知らないんですけど、ね、その後トイレが気になったような話で、ね、いや行ってるねっつってどうした終わった終わりましたはいということで歌詞のカナですねやってたのでシンガー Z さんからうんコメント来てますラブファントもありがとうございますってことではいはいこれでやっと分かってくれたかないやむしろありがとうじゃなくて怒った方がいいですよこいつの場合やっと分かってくれたと思う俺の本当の意味に お前かいビーズの本当の意味を教えてくれる分ね俺がこのまた説明したじゃんこの『ラブファン a n 昔の曲らしいんですけどまた優先で1位とかなっちゃいますよお前の影響どんぐらいあるばなぜかまた最近最長賞みたいなこんなやつめっちゃチャラいやしお前じゃあ行きましょうか CM あと1回行かないといけないんでね皆さん苦情があれば千葉雄介のツイッターに書いといてください 全くうん。デートしたのかそうだろうな,なかっこ <laughs> やばいな <laughs> おじさん来てたね<ー>え恋してる AKB ファンさんへいへい上間さん千葉さんこんばんは、はい、チェケラーというところで チェケラ勝手に入るぜ俺が上まかちょっとダサいな今のダサかったななんだろう明日からの FM 沖縄ってすごい気になるなイベントの話全然しないだからだから いいね AKB ファンか今アイドル群雄割拠の時代ですけどもね、うん、最近さ、うんあのー、アイドルフェスタみたいなのをあのネットでやってたんだけど、うん、もう誰もわからんわ、うん、んアイドルがいっぱい出るアイドルがいいっぱいもう何十組と出るんだけどただねみんなもう桃色クローバーのフォロワーみたいな人が多かった色をつけていて5人組でとかで奇抜な。 アクロバティックなことやるみたいな、えー、やっぱフォロワーって出てくるんだと思いながら見真似される側になってるんだもん。んまあ、僕は AKB もももクロも好きです。<laughs> 全部好きだし。はい、改めましてこんばんは SPC 勝ちばゆです。俺の名前が上間一世だぜ。そんなこことと言ったことある今日は こういう感じでなんか試そうとしてる。うん、声に表情を持たそうと思ってね。え千葉さん、あのですね、えエレクトリカルメールの方が。E メールでいいです。はい、えー、小座之助さんから。千葉屋さん、一斉さん、皆さん、こんばんは。小座之けと申します。はでじめまして。何回かもう送ってくれてますけどね。え早速今日のテーマ、夏祭り。夏祭り。君がいた夏は、 という夏祭りはホワイトベリーの曲だと思われがちですが、はいうん、ジッタリンジンの曲ですよね<う>ジッタリンジンがかじった人参ちょっとマミーブルーパイを一つ何でお腹がすくば、えー、特に内容がないようなメールですがそのままスタジオにお返ししますいやこの感じで返されても <laughs> 対処しきれないですね,すねこのまあもらってくださいということで、まあ,、うん、あなるほど確かにねジッタりんじホワイトベリー 今の若い子は多分ホワイトベリーもわからないかもねわかんないかもね、うん ジッタリンジンはねすごい合コンとかで盛り上がるんだよ<う>プレゼントって曲が、うん、ううあなたが私にくれたものキリンが逆立ちピタシヤスピタシヤス、ねまあ、めっちちゃゃ噛んじっったた <laughs> キリンが逆立ちしたシアスってなってどこのの果物なの <laughs>、まあ、これで盛り上がるんです小山之介さんもまだ学生だと思うんでね、はいあのー、合コン行った時はジッタリンジンの「プレゼント」を歌って、はい、であのサビの「大好きだったけど」ってところ、うん、そこで一気飲み当たった人はみんな回していきます、ね、あなるほどね 一一文ずつ出していってんたらユニオンジャックの T シャツで最後にね告白した人がいた僕が今夜君のプレゼントになる一星いつもそれで言ってってない言ってない言ったことないテクニックも教えてもらえないテクニックも教えちゃいます SPC ですあともう一通来ておりましてヒサリンさんからありがとうございますヒサリンさん え今年の夏は絶対海に行こうと決めていた<う>ビキニでニキビを海水で洗い流しに<う>痩せようと決めて7月からオープンのキックボクシング時も1ヶ月、はい、1> 毎日ジムも除いていたよくだけ 1>, 1ヶ月毎日入れ墨入れている人がいたから怖くていけません怖いわでも体を鍛えたいんだよね、うん、ミスウルマ募集しているから応募したいんだよ応募は自由 あーでもキックボクシングに行くのは怖いわあ夏休みの友2ページと来週の分の日記書かなきゃではヨギシコジャパンでしたヨギシコさんだったんかい、うん、ヨギシコさんはさあれなんだよねあのフェイントかけてくるんだよ、うん、ツイキャス名の名前がまず違う G メールで送ってくるときがある、うん、で今日は普通にあの携帯のアドレスで送ってくると、うん、最後までヨギシコジャパンってわからないんだよね <laughs> よぎしこジャパンさんありがとうございますでもなんか文体がちょっと分かってきたねそうだねもうバレてるねよぎしこジャパンさんちょっと勝負になってきたね勝負になってきたね来週から勝負していこうじゃあ千葉一応さ皆さん今日夏祭り募集していますが僕たちもいろいろヒップホップ一応やってますんでいろんなイベントごととか出たりこれから出るというのはあるんで少しね案内していこう7月29日はいはい えー、前の土曜あ金曜日ですよ、うん、ちょっとイベント出させていただきまして沖縄市のバー EQEQ、e <Q> はい、元あのガーデンがあったビルに入ってるんですけどクラブガーデンがありましたそうですねレギュラーイベントのパラドックスというイベントに出させていただきまして今回はなんと SPC として5人でライブしてきちゃうんですけど SPC で、はいうん、まずイベント自体がいいよねそうだねなんていうんだっけあのホームシック感みたいな言葉 なんんかあるじゃアットホームかホーム宿はなんかノスタルジックな気持ちになっちゃうから <laughs> あのアットホームな中でライブすることができて、うん、でもこのイベント結構ガチガチな、ね、ヒップホップ雰囲気出てたよね出てたねだって正直あちょっといかついかもって人がいっぱいいたもんで,、うん、でもそれでも皆さん優しい目で見ていただいてそうだね俺たちもなんか <laughs> あ<の>あのお客さんとも近かったし、うん、雰囲気も良かったから結構自分たちも乗っちゃってそうだ、ね、いい感じで,できたね で一番自分が心をつかまれたのは、うん、白いワンピースを着た、うん、あの美少女がいたことで聞いたらね、うん、21歳のお帰国生で,、うん、でえディスクジョッキーもやってますって聞いの麗しい彼女だったねあれは <laughs> こだな本当にあ綺麗だなと思って見てましたけど。うん 俺たちのライブもね、うん、もう「温度」僕たち「温度」って曲があるんですけど「定性温度」って曲あの温度についてラップじゃなくて本当のまんまに温度踊ってます、うん、そうなんですよで、うん、振り付けもつけちゃったりとかして。そうだね ここれがもううやることに躊躇なくなくっってきてきいうね,うね、あのー、最初はねあのヒップホップで温度とかやったらさすがにちょっとやばいんじゃないこれは CD に入れるだけの曲みたいなやってたんだけど、うん、一回ライブでやってみようってなって何をちまよったかね,ねやってみた,ライブでやったら意外とね<う>この曲が逆に一番印象深いみたいな あの一番あれだよねリンゴ音楽祭の時に思い知らされたんじゃない自分たち自由にやってると思ったけど周りの自由度に負けてるだって今回びっくりしたよ今日温度やるんすかって言われても楽しみにしてリスナーさんがねいらっしゃってくれてラップもやる温度グループでこれから行こうかなと思ってパラドックスねぜひともまた読んでほしいですねまたあると思うので全然楽しかったほ他の DJ もすごい良かったよねそうだね入場料無料なので皆さん とてもいいイベントでしたまたあるので近くなってまたねお知らせもガンガンしていきたいですで7月も今日で終わりだ秋田千葉やし31日で俺たち8月とかってなんかイベントっていうかなんかないの出るリーダー8月の6日にあります8月の6日を今回すごいですよお願いします8月6日何でしょう SPC2 つイベントが入ってますおおいいね1日でですかそうですいいねなんと早い時間はですねの クジラの絵が描いてる中くモールあるじゃありますねあちらでビーチパーティーがあるんですよ皆さんも来ていいやつ皆さんも来ていいやつ皆さん来てくださいってやってるやつでそれでライブしますライブになるのかな完全にこれ僕たちパーティーピーポーっ恐れてたんですけど僕たちパーティーピーポー慣れちゃうう千葉よこれで EDM っぽい曲作っとかないとね今からイエーイみたいな EDM っていうのは多分こんな感じじゃない

次はカヤハットですすお世話になってま沖縄市にあるバーカヤハットなんですけど中野町のユニオンの近くにねあるんですけどもそこがなんとすごいっすよ28周年って28周年俺たちより先輩じゃん俺たちの1個上ねえそうだねすごいわ俺たちこそこでカヤハットの28周年を2つのイベントがマッチアップしてタイトンアップと僕たちのこの憩いっていうイベントがあるんですけど合体して一緒にやろうってことで。 やってますそこにね、SPC がままたライブしす27周年、去年なんだけど、本当にすごいお祭り騒ぎだったと俺、聞いてるわけで、テキーラいっぱい出して、もう朝までずっと飲んだと、それに出させてもらうと、すごい光栄ですよ。だからね、そこ、だから、8月の6日、2つ、すごいね、昼はビーチパーティーでライブをして、夜はレゲエバーでライブして、俺たち、天井知らずじゃん。 天井知らずでしょうもうこれ天狗になるのがい。いやでも楽しみだね。<laughs> 楽しみ本当になんかこのム日、うん、僕たち楽しみにしてるんで。ですね。よかったらどちらか一つでもいいので、うん、来れる方は一緒に遊びましょう。ね、どっちも楽しいイベントだと思いますよ。あちなみになんですけど、うん、このビーチパーティーは参加費として2500円かかります。はい、うん。 カヤハット、夜の方はですね入場料はございません、もう飲み物を頼んでいただければということですねビーチパーティーすごくて、なんかお知らせ文みたいなのがあったんですよ、読んでたらすごいこと書かれてて、書いてた8月6日の昼12時からスタートなんですよ、で終わりの時間が8月7日の昼12時、え24時間、やばいね、すごい。蚊帳ハット終わってからもいけるんそうそう、カヤハットもたぶ朝方終わるんじゃないかな、そこから行ってとかさ。 実はもう一つあってさ、嘘でしょ8月2日、何がありま茶谷の美浜にありますモッズというところでね、これはプロアマ問わずに、出たい人も解放するから、出てというような飛び入りライブ、ちょっと僕たち SPC も出ようということで、それに出まして、8月はもう一回、モッズさんにお世話になるかもね、23日後半に、まだちゃんと決まってないんですけど、またお知らせ。 2> あ,ちょっとあと2分半しかない嘘 <laughs> ちょっとあじゃあ EDM ってどんな感じだったのはもういいよだから、ね、今回なんかいい感じでねイベントとかも増えてるよね、うん、そうだね,ねよくさ、あのーうん、最近知り合いの人にパーって言われたんだけど、うん、しょっちゅうなんかリア充じゃないみたいな空気出したり俺たちね、この外に出ないとか言ってるけど お前毎週忙しそうだよねみたいな。ああはいはいそっかな。イラつくわ。いやどういうとこか。分かってるだろ。しかもライブがあったりとかさ、DJ があったりとか。日曜日は必ずラジオあるじゃん。あそう言われたらそうかもしれん。でもやってる本人そうじゃない。一番うざったいわ。いやでもですね皆さんこれだけ知ってもらいたいんですけど本当に僕たち。 リア充っていうのは心からリア充じゃないとリア充じゃないと思ってるんですよの。あの僕が最近モテる男になるためにやって本読んだんですけど <laughs> そんんな本読んでるんだそう8時超えたんで言うんですけど童貞の人が100名の女性とまあ風俗でやったとして普通のリア充のイケメンの人が100名の女性とやったとして結局童貞の人は女性の扱い方うまくならないとなんでかっていうとお金で勝った気持ちっていうのは心はずっと童貞のままあああ言われてるようなもんだねこれね どういう解釈か分からんけどなので僕たちも魔法心からリア充じゃないんすよねいつもお金の力に物言わせて言わすか言わすか俺は純愛しかやらんわ嫌なことしかやりませんよじゃちょっとエンディングいこうかそろそろそうですねじゃあいきましょう EDM お願いします EDM やらんわ EDM はやらんからじゃあエンディングエンディング ね、早い1時間なんか遅い1時間なのかうんまあ今日ノープランでやりましたけど面白かったですね<日>面白かったです、ね、やっぱノープランの方が2人の時はいいかもしれない、ねそうだね、ゲストさんが出てくれる時はちゃんとね,ししたねお話とかもちゃんとしないといけないけど。はいはい ででない人ノか同じ話、今2回した。こういうとこもないけどね。で、皆さん、実はですね来週、ゲストをお呼びしておりまして、おまた道で捕まえた人でしょ、そんな人呼んだことないわ、吉岡さんと。いや、誰よ、ガールズバンド、今、沖縄県ですごい勢いがあります、重いトランスさん、お呼びしております。 <noise> S.E. 間違ってるから。<laughs> で、あのねリンゴ音楽祭で一緒にね、うん、共演させていた、ね、共演ってまあ一緒のステージ出てね、うん、すごい面白かったよね。ねちょっとあのいい子たちでおしゃべりとかも弾んだったりね。ねで、あのー、アルバムも出るそうなんで<お>千葉ゆあと8秒まとめて。8秒はビーズさんごめんなさい。ごめんなさい。一斉でした。千葉ゆでした。あと三人いたら s b c でした。<laughs>